おはようございます。今日は3月13日。今日のテーマはレッド、赤ですね。赤の音楽を聴いていただきながらこちらです、お伝えしますね。こちらは 6番のこのレッドレッド、こちらのチャネリングミュージックになりますね。レッドでは私たちはエネルギーとさらなる目覚めを見出します。この音の響きはレッドの中に表現される情熱の影響によってもたらされるエネルギーの高まりを表現します。なります。赤といえば、赤に光が入ったものがピンク、81番無条件の愛、これに光が入ったものが52番のレディーナダ、こちらになりますね。こう順番に光が入っていきます。光が入っていくっていうことは赤の質が強烈になっていくと捉えます。それでチャクラで言うと、赤っていうのは第一チャクラ、一番下ですね。ちょうど尾低骨のあたりだったりとかね、おへそのもうちょっと下の方ですね。そのチャクラセットの中の第一チャクラ対応のボトルは5番のボトルになるんですね。これはビッキーボトルと言われます。でこれをねシェイクするとオレンジ色になるんですね。でオレンジはショックトラウマを癒すボトルですね。で一番新しい昨年の12月14日に生まれたのがこちらのセレスっていう、番号もね119番なんですけども、なんかね日本で言うと消防車とか救急車を呼ぶ番号119ですよね。これはショックレスキューって言われますね。なんかねすごく今本当にねいろんなショックを受けておられる方とか、地球全体が本当にねショックな状態ではあるので、もう本当に必要なエネルギーなんだなって思うんですね。で赤のこの6番、こちらのエナジーボトルのレスキューボトルっていうのもあるんですが、こちらの89番ですね。これがエナジーレスキューですね。エナジーレスキューっていうボトルになるんですね。その下にねディープマジェンタになっているっていうところからレスキューボトルと言われます。自分自身がこうエネルギーが枯渇していたりとか、なんかねもう頑張る気力がもうないんだよみたいなね時には、ぜひねこちらのレッドとかねエナジーレスキューっていうのを使ってみられたらどうかなって思うんですけど、深い傷を癒したいとか、深いトラウマやこう過去に受けたショックな出来事だったり、そういうのをね深い癒しを求めるっていうんだったら、私は26番でもいいですけど、こちら私今3本目入ったんですね。深い癒し、本当になんかあったかくて抱きしめられてる感覚だったりとか、なんか包まれてる感覚、すごい心がね私はこれを使い始めてより穏やかな気持ちにね慣れてるんですね。2月の頭に日本にこれは入ってきたんですけど、私もう3本目使ってるんですね。なんかどれだけ私はオレンジが必要なのかって、まだねその課題っていうのはねここで終わりっていうんじゃなく、やっぱりねより自分が癒されれば癒されるほどね、本当にこう穏やかな波動、こう美しいものをね出すためにも、やっぱりまずこう自分だからね、自分をどんどん癒していくっていうことがとても大事かなって思います。でこのねレッドには2つの作用があります。1つは挑戦とした態度を促すことで、もう1つは押しやり拒絶し物事に対してノーということです。挑戦とした態度は物事に自分を同一化しすぎないようにする能力を高めてくれます。距離を保って細かいことに反応しない能力は拒絶や
推しある衝動を経験することによって身につけることができます。超然とした態度はエネルギーを解放し、自分を物事と同一視しすぎないように促してくれますとありますね。何かが起こった時とか、自分以外の人の感情、そこに巻き込まれないっていうことがとっても大切なんですね。こう、私たちは気づかないうちに、あの人のエネルギーだったり、その環境のエネルギーっていうのを受けているので、そこに自分自身が巻き込まれないっていうことが本当に大切になります。それでなんかね、このオレンジだったりレッドだったり、私ちょっとこのダライラマ14世のね、この許す言葉っていう本が大好きで、私はパニック障害で家から一歩も出れなくなった時に本当に本を読み漁ってたんですね。で、一番読んでたのがやっぱり言葉の本なんですね。自分自身の心も折れそうで苦しくて、もう何とかしたいっていう思いを支えてくれてたのは言葉だったんですね。で、その時に買った許す言葉、こちらのね本から、ちょっと今日はね、あのこれ中でね、ちょっとあの第1章第2章って分かれてるんですね。今日は第1章、思いやり、愛するということ、このダライラマ14世の言葉を皆様にお届けします。人類、さらにはすべての生きとし生けるもの、人間も動物もには幸福を求め平和に暮らす権利があります。これとは反対に、他人に痛みや苦しみを与える権利を持つ者など一人もいません。許しの気持ちを身につければ、その記憶にまつわる負の感情だけを心から手放すことができるのです。許しとは、相手を無罪放免にする手段ではなく、自分を自由にする手段です。愛、許し、思いやりにより、私たちはさらなる希望と決意を手にし、より明るい未来に向かって進むことができます。怒りや憎しみに負けてしまえば、道に迷い苦痛に満ちた人生を送ることになってしまいます。思いやりの心は人生で成功する究極の源です。利己的な考え方は、他者を害するだけでなく、まさに自分が望んでいる幸福を阻害します。私は誰と会おうと、古い友人として迎えようとしています。このことが私を本当に幸せな気持ちにさせてくれるのです。これが思いやりの実践です。ほとんどの人は思いやりを身につけるのに一生かかると言っても過言ではありません。しかもその段階に達して初めて、私たちは人間としての深遠なレベルの思いやりを体験するようになります。そう、思いやりを実践することで、人はさらに思いやりについて学んでいくことになるのです。本当の意味の思いやりは、まず自分自身に対して向けられるべきものだと思います。まず自分自身に思いやりを持ち、それを周りの多くの人たちに向けて広げていくのです。つまり、自分自身を恨み、嫌い、
嫌悪しているような人は、他者を思いやることなど不可能なことだからです。初めて私に愛と慈悲を教えてくれた先生は私の母親でした。私たちは知らず知らずのうちに愛や思いやり、協力、いたわりといった人間にならなくてはならない最も基本的なものを育むことを忘れるほどに物質的進歩に夢中になってしまったのです。今、母なる自然が私たちに語りかけます。助け合いなさいと。温室効果ガスやオゾン層の破壊といった地球規模の問題に相対するとき、個人のグループや一つの国だけでどうにかなるものではありません。母なる自然が私たちに世界的な責任を問いているのです。結局のところ、人類は一つであり、この小さな惑星が私たち人間の唯一の故郷です。今の自分の幸福があるのは、すべて他人の勤勉な努力のおかげです。自分の周囲を見回して住んでいる家も、働いている建物も、使っている道路も、着ている服も、食べている植物も、すべて他人が提供してくれたものであることを認識しなくてはなりません。見知らぬ無数の人々の親切がなかったら、これらのどれ一つとして存在せず、享受することも利用することもできないのです。とても深い言葉ですよね。じゃあ、がシンクロするんですけど、今日の私の光の言葉、人はね、許されることで許すことを学び、愛されることで愛することを学ぶんだ。すべてを許すことはすべてを愛すること。許す気持ちの根底にあるのは愛のみなんだね。私は私を許し、私は私を愛します。私はあなたを許し、私はあなたを愛します。
ていうのは愛、愛そのもの。そして赤に光が入ることでピンク色になり、ピンク色は自己需要で自分自身を愛すること。ちょっとね、私事ですが iPhone 一つで YouTube を撮影しております。今まで iPhone X だったのが YouTube を撮影するということで iPhone 12 Pro に今日から変わってます。ちょっとでもね、画像が美しく皆様に届けることができたら嬉しいなと思って機種変更してみました。はい、また明日もよろしくお願いします。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。